こんにちは、雄大です。キャンピングカー DIY15 日目です。前回外壁の貼り方などを解説したので、今回は一気に外壁を貼っていきます。とにかく切って切れ目を入れて色を塗っていく作業です。なかなか外壁のデザインが決めきれず、迷いながらやっていきます。メインの色は黒色で、ブライワックスのチークとジャコビアン、あとはクリアを中心に使っていきます。グレーや緑色、黄色なども用意はしたのですが、ほとんど使わずに終わりそうです。カラフルもいいですが、車の色も緑なので無骨な感じを目指していきます。はい、あと釘を450個ぐらい打っていきます。継ぎはぎ風とは言いつつ、自分の中で少し統一性を持ってやってます。全部を一気に考えれる脳を持っていないので、1列ずつゴールを見ずにやっていきます。そしたらいつの間にか終わってるっていう感じで、 DIY は本当楽しいです。はい、じゃあね、ここは窓はもうこの場所にしたかったので、板の幅はぴったしではないので、ここに合わせて切り抜いていきます。今はコーキングとかしてプラスで窓枠をつけるので、これでいきます。はい、16日目です。このゴリラテープ、水中の中でも使えるっていうほど完全防水のテープなんで、ここはもう貼ったんですけど、窓枠周りに貼っていきます。なので、防水シートをつけて、窓枠つけて、で、またその上に防水テープを貼って、で、板を貼って、で、ここ隙間ができるので、窓枠周りはコーキングして、で、またテープを貼って、で、その上に最後、窓枠の外壁材みたいなのをつけていく感じです。そこまでやればね、多分よっぽど防水的にも大丈夫なのかなと思ってます。本当は窓枠の部分は防水シートを上にやるそうです。防水テープでガッチガチにしたのでなんとか大丈夫ということにしときましょう。この2本は真っ黒でこっちも行こうかなと思ってます。本当はもっと緑色とか黄色とかいろんな色にしていこうと思ったんですけど、なんかねこんぐらいの色の方がなんかかっこいいかなと思って、この感じで進めてみます。もう一回この3色 123123123 もう一回作ろうと思います。いやー楽しいな。よし。窓枠のところは枠があるので釘が打てないので、本当はね釘の位置全部一直線で揃えたいんですけど、少しずらします。4列で揃えたかったんですけど、ここ行ってこうみたいな感じでちょっとずれます。ただの黒でもここに切れ目入れた方がよりいい感じになるので、こういう一直線黒もちょっと切れ目入れてみます。もう片面の方は縦で貼るって最初言ってたんですけど、結構思った以上に横がちょっとかっこいいので、あっち側も横にして、今回はこの線を合わせたり、こういう風に合わせたり、こことここを合わせたり、ここを3色ずつ合わせたり、一応自分の中で少し統一性を持ってやったんですけど、もう片側はもう完全な継ぎはぎにするか、それかこの周り部分4列とこっちの左寄りの 60cm ぐらい、そこだけ黒色にして、で中は継ぎはぎみたいな感じもおしゃれになるのかなと思って。初号機のキャンピングカーは外壁を全部炙ったので、2号機としてそのデザインを一部引き継ぐことにしました。前回はザラザラの板ののじ板を炙ったので大変でしたが、今回の板はもともと綺麗なのでサラサラにするために炙るというより色付けという感じです。はい、17日目です。前回この壁一面完成したので、今日は運転席の前の部分に板を張っていきます。そこはね、初号機同様板を炙ってきたので、それをつけていきます。なので焼きすぎみたいな感じの板を炙った板です。あとね、もう片面のデザインをね、ちょっと今日考えます。とりあえず炙ってきた板を運転席の前側張っていきます。ここから下の釘も打っていきます。水平器などを使いながらまっすぐ打ちます。後半になるにつれて車の上に普通に乗ったりもしてて、だいぶ汚れてきたので、ブルーシートとか新聞紙で囲っておけばよかったなぁと編集しながら思いました。ここの最後の一面はこっち側の横面を貼ってからぴったし揃えるために最後貼ります。一人でずっとキャンピングカー見てるので、もういいのか悪いのかよく分かんなくなってきたんですけど、まあ、一面一面いろいろ違ってもいいのかなと思って自分の好きなように作っていきます。最後までご視聴ありがとうございます。外壁の2面が完成しました。今回のキャンピングカーの中でも一番のポイントというか、外壁は見た目のほぼ全てを決めるのでめちゃくちゃ悩みました。で、外壁で一気に進んだ感も出てめちゃくちゃワクワクしてきました。こういう継ぎはぎも板の感じとかも大好きなので、個人的には気に入ってます。ほんとただの切れ目なので、自分の好きな場所に配置できたり色も決めれるので楽しいです。本当はね、カラフルにしたかったっていう気持ちもあるんですけど、ちょっとね勇気が出なかったです。ほんと初号機の時はこの外壁とかに力を入れすぎて、重量の関係で内装はほんと薄い合板を貼るだけみたいな感じになりましたが、今回は 1000km までいけるので内装もしっかりこだわれそうです。で、前回の動画は少しね説明が長いとかコメントもあったので、ほんとダラダラ話してるところはなるべくカットしました。トークとかナレーション、字幕とかもいらないよっていう方は新しいチャンネルの方を見てください。ちょっとタイムラグがあってゆっくり更新ですけど、そのチャンネルでは音楽とかもなしで自然音だけでやっています。キャンピングカー DIY は毎週金曜日の8時金八で更新してます。のんびり部屋チャンネルでは古民家一部屋フルリノベーションした動画も公開してます。廃材だけで基地っぽい部屋にしてみました。